始まった始まった。今日は誰かな。はいはい、今回は岡山県に来てますよ。皆さん、ナビゲーターの長野かりんです。かりんちゃんだ。空娘の旅ログが始まりました。こちらは池田動物園です。50年以上の歴史がある岡山市の京山にある山を利用した動物園です。本当だ、山を削ってるね。毎月動物にちなんだイベントを開催、曜日によって餌やりイベントも開催しています。動物に餌が与えれるなんて最高だね。身近にある触れ合える動物園としてぜひご来園ください。可愛いリスやヒヨコに触れるなんてワクワクするよね。展示されている動物数は103種581頭で岡山県では最大。園内にはキリン、レッサーパンダやマゼランペンギン、エリマキキツネザルなどの人気動物が多数飼育されており、ヤギ、ヒヨコ、フラミンゴなどに触れることができる。フラミンゴ綺麗だね。昭和天皇の第四王女池田敦子夫妻により1953年昭和28年2月に株式会社池田産業として設立されました。すごい。その後池田産業動植物園を経て1960年昭和35年に現在の池田動物園となりました。ミシン、フル。入場料は大人、高校生以上1300円、小中学生800円、3歳以上の幼児400円、65歳以上650円です。歴史を知れることを考えたらお値段以上の価値だね。アミメキリンのサンタロウくんが高知県立野市動物公園からやってきました。野市動物園この前行ったよね。すごい偶然だね。野市動物園の詳しいことは説明欄に URL を貼ってますのでクリックしてみてくださいね。あ、カラクリ時計だ。2019年4月14日にホワイトタイガーのサンちゃんが群馬サファリパークより来園しました。ホワイトタイガーはめったに見れないのでじっくり見てくださいね。真っ白だ。コツメカワウソは手足の小さな爪がコツメカワウソの名前の由来となっています。ちっちゃなお尻フリフリだ。13種類いるカワウソの仲間の中で体が一番小さいことも特徴なんですよ。こちらはレッサーパンダ。2頭のお母さんが相次いで出産しました。出産したレッサー母さんは2003年2月に東京の多摩動物公園からやってきた7歳になるタンポポと、2005年4月に愛媛県の戸部動物園からやってきた5歳になるルナちゃんです。レッサー父さんは長野県の茶臼山動物園から昨年の1月に来た翼です。自販機で販売している動物の餌を購入し、実際に自分の手からヤギや鹿、牛といった動物に与えることも可能なんですよ。ライオンさん怖い。それぞれの動物たちの特徴や習性、動物クイズが書かれた手書きのキャプションがあり、全部飼育員さんたちがアイデアを振り絞り手作りされたものだそうで、飼育員さんたちのこういった頑張りが胸熱ポイントでアットホーム感があるんですよ。飼育員さんたちの楽しい演出や手作りならではのぬくもりが長年愛されている理由の一つなんでしょうね。ペリカン大きいね。池田動物園の近くには静谷学校や後楽園とかもあるので一日中楽しめます。歴女いるかな。静谷学校と後楽園も詳しく動画がありますので URL 貼っておきます。やったー、詳しく見れるね。よかったらチャンネル登録と高評価コメントよろしくお願いします。次回も絶対見てくださいね。